鋼の錬金術師ドリームカーニバル。はあ、シナリオモードだな。いろいろここではいろいろなストーリーが楽しめるの。プレイするシナリオを選択してね。これでいい？わかったわ。それじゃあ頑張ってね。アームストロング少佐、例の件の準備はできているか？は、準備は万端であります。そうか、いよいよだな。え、ちょっと、なんすか？何かあるの？ヒューズ中佐、やけに気合入ってない？なんか怖いっすよね。中佐がああいう時はなんかありそうっすもんね。この戦いは負けるわけにはいかない。少佐、君の力に期待している。はっ、代々続くアームストロング家の威信にかけて必ずや勝利をお約束いたします。しか二人とも今度の大会に出場するのよね。あ、あれじゃないですか、軍内部に不穏な動きがあるとかあったじゃないですか。それで大会に乗じて一気に敵の内部に食い込むとか。なるほど、それは大変なことになるわね。噂だと軍の敵と思われる人物も数人参加するらしいっすからね。お祭りの裏ではいろんな策略が渦巻いてるかもしんないっすよ。厳しいわね。分かっているな、少佐。私はこの大会で優勝したら。はは、大総統にお願いしてエリシア中央アンの誕生日を国民の休日にしてもらうんだからな。だってそうしたらもっと大勢呼んで朝からエリシア中央アンの誕生日をお祝いできるじゃないか。そうだ、いっそ妻の誕生日も休日にして家族みんなでパーッと盛り上がるなんてのもいいね。うるわしき家族愛、我が輩感動。注意、こうやって君と戦いの場に立つとあの内乱の時を思い出すな。今日はお祭りですよ。あの時とは違います。そうだな。そこのお二人さん、いい雰囲気なとこ悪いんだがな。イチャイチャするのは俺たちを倒してからにしてくれないかな。無論、我が輩たちを倒せたらの話ですわ。いいだろう、炎の錬金術師の力、その身で味わうがいい。そしてイチャイチャする気だな。しません。俺に勝てたら娘の写真を見せてやる。よろしく。レディーファイ。やるだろう。まだまだ鍛錬は足りん。
誰も俺の愛は止められないのだ。精進あるのみです。今回はしてやられましたね。終わりました。お、イカス入れ墨してるな、姉ちゃん。あなたこそ、おひげが素敵よ、中佐。食べちゃいたいくらい。食べちゃうの、ラスト。多分あなたの想像してるのとは違うわ、グラトニー。じゃあ、あっちの大きいの食べる。引きなさい、グラトニー。少佐、どっちの意味でも怖えぞ。頑張れ。ご安心召されよ。今こそこの鍛え上げた完璧な肉体の素晴らしさを見せる時。トリオによっちゃ怖いわね。俺に勝てたら娘の写真を見せてやろう。おいしそう。レディーファイト。やるだろう。それでは我が輩に傷一つつけることもできるぞ。結構できるようだが、俺たちと当たっちまったのはアンラッキーだったな。これからも精進するがよい。仕方ないわね。お腹すいた。傷の男よ、我がアームストロング家に代々伝わりし芸術的錬金法を受けるがいい。面白い。神を冒涜する者よ、我が手で滅ぼしてくれる。なあ、あんた、この写真の子超可愛いと思わない？お、確かにな。俺はこの女も結構好みだな。わかるかい。いや、あんた人を見る目があるね。実はさ、これ俺の娘と女房なんだ。なあ、あんた、あんたはどう思う？確かに違う。我はそんなことをしに来たわけではない。何？うちの娘と女房を悪く言いやさ許さん。いや、別に。じゃあ、俺に勝てたら娘の写真を見せてやる。この世のすべては俺のもんだ。レディーファイ。それそれはそれ。Oh!
ザラッキー。それでは我が輩に傷一つつけることもできるぞ。誰も俺の愛は止められないのだ。精進が足りんようだな。まいったな、油断しまった。終わりました。なあウィンディちゃん、見てやってくれよ、うちの家族の写真。あー、エリシアちゃん相変わらず可愛いだろ。奥さんの手料理も美味しいんですよね。だろだろ。うちの女房は結婚するには世界一だよな。何？引き捨てならん。うちの旦那が世界一だ。どう？あんた一体どちら様？世界一の旦那を持つ世界一幸せな主婦だ。の負けん。俺こそ世界一の幸せ者だ。どんな幸せ自慢ですか。凄まじき幸せ者たちよ。やっぴさっさと終わらせるか。そろそろ始めようか。レディー、ほい。まだ取れるか。それでは我が輩に傷一つつけることもできるぞ。誰も俺の愛は止められないのだ。精進あるのみです。ごめん。ひどい。終わりました。よう、エド、ある。中佐、大丈夫か。普段デスクワークしかやってないんだから。そういえばヒューズさんが戦ってるとこ見たことないね。我が輩がいることも忘れてもらっては困る。できれば少佐とはやりたくないな。おっと、侮るなよ。今回の俺はちょっと違うぞ。なんかやる気満々だよ兄さん。俺の愛、止められるもんなら止めてみろ。豆、誰が豆の錬金術師だ。行くぞ。あれ、俺に勝てたら娘の写真を見せてやろう。怪我すんなよ。レディー、ファイ。こいつで決まりだ。
結構やるだろう。それでは我が輩に傷一つつけることもできるぞ。誰も俺の愛は止められないのだ。精進が足りんようだな。くそ、悔しいな。願いを叶えたくば見事この私を打ち倒してみせよ。俺に勝てたら娘の写真を見せてやろう。私も存分に楽しむとしよう。レディーファイッ。やるだろう。まだまだ鍛錬が足りん。
誰も俺の愛は止められないのだ。精進あるのみです。見事だ。あれ、ヒューズ中佐、今日は娘さんの誕生日じゃありませんでした？そうだ。お仕事ですか？そうだ。あら、そうだよな。考えてみたら軍にも、ましてや軍法会議所なんか全然休日関係ないもんな。そうですね。仕事がありゃ非番も何もないもんな。元気出してください。早く終わるように私もお手伝いしますから。そっか、そりゃ悪いな、シェスカ。いや、俺の代わりに仕事してくれるなんていいやつだな。え、じゃあと頼むわ、よろしくな。本当にいつもと変わんないよ。今度埋め合わせするからな。次回もお楽しみに。